コロナから復活しました。こんにちは、アチャマラジオ、アチャラジの時間です。はい、前回ちょっと動画でね、コロナの陽性になりましたと、家族全員ね、子供も嫁も全員ちょっと陽性になって、もう最悪だみたいな動画出してたんですけど、10日間のね、自宅待機っていうか自宅療養を終えまして、ようやくもうシャバに出ることができましてね、もう最高ですね。もうね、10日間も自宅にいたら気狂いそうになるというか、なんやろ、僕だけやったらね、いいんですよ。僕だけやったら全然、逆にハッピーなのかもしれないんですけど、子供も、1歳と4歳の子供がいるんですけど、その子供も、陽性やって、で、ありがたいことにね、無症状やって、全然元気やったんですよ。だから、子供も保育園行けへんから、子供をずっと見てなダメやったんで、まあ、大変でしたよね。まあ、子守がね、大変やったんですけど、だからまあ仕事行ってるより全然偉くて、もう最悪やなと思いつつ、まあなんとか、10日間乗り越えることができて、子供も保育園にね、今日から行ってるんで、まあ良かったんですよ。はい。ようやく、元気な体になりまして、今日僕も仕事行ってきましたし。いやーいいですね。健康な体が第一ということで、早速ね、動画を撮っていきたいなと思って動画回してるんですけど、まあ何を撮ろうかなと、この休み中ね、いろいろ思ってたんですよ。んで、まあいろいろね、普段できないことを、まあやろうかなっていうので、あんまりね、この YouTube っていうのを、その見てる時間ってそんなないんですよね、正直。仕事が忙しくて、あんまり、こうなかなかいろんな、まあ経過物とかやったらね、この経過物の、そういった仲のいい方っていうか、仲のいい方って別に誰一人やったことはないんですけど、僕が勝手にね、仲がいいと思っている方が、まあ何人かいらっしゃいまして、そういう方の動画を見ようと思って、いろいろこう見てたんですけど、気づいたことがあるんですよ。みんなは言い過ぎかもしれないですけど、ほとんどの方、やめすぎちゃう。みんなっていうか、まあ、ほぼ、なんか、やめすぎちゃう、YouTube。なんかね、悲しい、気づいたら、あれ？この人動画ないとか、この人全然動画上がってんっていうのを、この、すごいこう、休み期間中ね、いろいろこう、見てたんですよ。皆さんのこう、YouTube こう、見ようと思って見てたら、全然動画上がってなかったりとか、なんかそんなんで、だからもうやめられたりとかね。まあ実質、まあやめてるんでしょうね。もう動画アップをこうやめられた方とか結構いて。だからこう、ショックなんですよね。まあだから唯一、こう頻繁にね、こう上げてらっしゃるのが、まあ哲夫さん。哲夫さんはね、ずっと、まあコンスタントにほんまに2日に1回とか3日に1回、まあほぼ毎日とかかな。でも結構上げてやって、で今までなかなかね、見てる、時間がなかったので、この休み期間中に、見てないところからね、こういろいろ遡って、こうずっと哲夫さんの動画を見てて、で、他にもね、いろいろこう見たいなって思う方が何人もいらっしゃったので、こう見てたら、全然動画上がってなかった、むっちゃ悲しくなって。むっちゃ悲し、あれ？全然動画上がってないやん、みたいな。何ヶ月も上がってないやん、みたいなね、方もこう何人かいらっしゃって。で、前かな、おすすめ経過物 YouTuber みたいな動画をね、1000人行ってない方を、この、紹介したいなっていうので、前動画撮ったんですよ。その時に3組っていうか、まあ、3名っていうかね、3グループっていうんですかね、YouTuber さんを、紹介したんですよ。で、そのうちの一人が、経過物道場さんっていう方を紹介したんですよね、その時に。その経過物道場さんも、やめてやって。何やったら多分ね、結構前にやめやったんでしょうね、YouTube 活動を。経過物自体はやってやんのかどうかもわかんないですけど、やめられましてね、もう完全に YouTube を。で、まあ、それも、悲しいと思って。俺好きやったのにやめやって、まあ、経過物自体も、もしかしたらやめてやんのかもしれないですけど、なんかね、こう悲しいですよね。なんか、まあ、だから同期と言いますか、僕が、いつや、1年、2年ぐらい前かな、こうやり始めた時は、
こうね、あの、いろいろほんまに、あの、いろんな方がね、いらっしゃったんですけど、実際まだやってらっしゃる方って、もうほぼ一人、二人、三人とか、そんなレベルなんですかね。その時にやってやった方は今でもやってやるって。もうちょっといいのかな ?4 人とかこんなもんなのかな。だからもうほとんど、こう1000人超えても、もう活動をね、こうやめられたりとか、もしくは1000人行かずに、もう活動をやめてらっしゃったりとかね。もうほとんど、だから、あの YouTube って1000人超えて収益化するのが大体、なんやろ、1割って言われてんのかな ?YouTube 自体が収益化できるのが。で、その1割に入って収益化できたのにもかかわらず、こう、辞めていかれる方もやっぱ何人もいらっしゃるんで、やっぱりね、この、まあ難しい世界なんやろうなと思うんですけど、まあ僕、まあもちろんね、僕お金大好き人間なんですよ。もうお金ラブな人間なんですけど、で、まあ YouTube 自体のね、収益なんかね、正直そんな知れてるんですよね、僕。でも、まあ今4000人ぐらいの登録者でも、まあ6万から8万ぐらいの、まあそんなもんなんですよね、僕ぐらい、僕で大体。だからまあその収益自体はまあ、ありがたい、この今6万もね、8万もあったら、まあ、非常にありがたいんですけど、でもそんな何十万って稼げる僕レベルじゃね、多分そこまでいかないんで、だからまあ、お金自体はね、これで食っていくとかは全然無理なんですけど、でもね、その、まあ、小遣い稼ぎ程度にはなるんでね、うん、まあ、数万円でもね。だから、1000人超えてらっしゃる方は、その、小遣い稼ぎ程度でも、なんか動画上げあったらいいのになと思うんですけど、なんかまあ、もう熱が冷めちゃったんでしょうね。もう吠えた動画とか。まあ、やっぱりどうしても僕の場合はね、もうほんまになんかただただ喋ってるだけじゃないですか。もうほんまにほぼノー編集で、ちょいちょいこうカット入れたりするぐらいで、まあほぼ、まあ編集なんかほんまに5分かからないんですよね。まあほんまに1分2分とかでできるんですけど、でもほとんどの方ってこう、編集にこだわったりとかね、結構してあるんで、一本の動画上げるのに、まあ何時間とかね、下手しい2日ぐらいかかって、こう動画アップしちゃうかなと思うんで、だからもうそういうのがこう苦痛になってね、こんな編集してる時間が、まあ6時間とか、こんな6時間も編集してるぐらいやったら、その6時間フードデリバリーやってる方が全然儲かるやんみたいなね。だからそういうなんで、もうやめようみたいな感じで、おそらくやめあったんかなと思うんですけど、だからまあ、でも、悲しいですよね。僕はもう正直ノー編集でもいいから、この今までね、このやってやった方、1000人超えられた方ね、こうノー編集でもいいから動画上げてほしいなと、個人的にね、やっぱ思うんですよ。寂しいじゃないですか。見たいし。見たいし、だからね、だから、誰が見たいかって言ったらいっぱいいるんですけどね。まあ、特に一番は、シャリさんですよね。僕が一番ダンシャリさん見たいなと思うんですけども、シャリさん、はね、もう完全にちょっと今、まあ、またやりたいと言ってあるし、またやろうと思ってるって言ってあるんで、まあ、またね、いつか今年か、また来年かどっかのタイミングでやってくれやることを願ってるんですけど、まあ、一番はね、やっぱシャリさんみたいなと思いますし、その次はまあ、横鎮さんですよね。僕、横鎮さんすごい好きやったんでね、だから横鎮さんももう全然、動画、もう多分、そうなんでしょ。多分編集こんなしてる時間があるんやったら、そのなんかもっとこうね、まあなんか、さっき言ったフードデリバリーにしろ、アマフレとかにしろ、なんかいろいろそういった、今引っ越しとかやられてるんで、そういった引っ越しもっとできるやんとかね。そっちの方が全然効率いいやんとか、そういうなんで、まあだからこう編集が大変やしっていうのでやめてやんのかなと思うんですけど、でもまあ、横鎮さんで今何人やろ ?2000 人か3000人か多分そんなもんやるんで、全然収益化はね、いってるんで、だからほんまにもうノー編集でもいいんでね。横鎮さんってトークも上手いじゃないですか。だから別に、もうノー編集で上げても全然もういいんじゃないかなと思うんで、ね、それぐらい、聞きたいんですよね。見たい。それぐらい見たいんですよ。ヨガ人さんの今現状とかね。そういうなんやし、やっぱ好きやったガッキーさんもね、もう、完全にね、前やってやったこの軽貨物チャンネルみたいなのもやめて、新しくね、この車屋さんやってやるんで、この車屋さんの、方で、こう、なんか動画上げてやるんですけど、でもまあ僕は、前みたいなね、ガッキーさんのああいうのはもうすごい好きやったんで、ああいうね、前のチャンネルを使って、また、ほんまにもう編集にはそんなこだわらずね、なんか今思ってることとか今の現状とかなんかそういうのを動画上げてくれやったら僕はすごい、
嬉しいなと思うんですけど、まあ、他にもね、やっぱ1000人行ってない、これまたね、どっかの動画ね、またやろうかなと思うんですけど、まず1000人行ってない方で、こう、軽貨物とかやられてる方ね、こう、1000人に向かってやられてる方を、まあ、微力ながらね、なんかまあ力になれればなと思うので、またどっかのタイミングでその紹介したいなと。まあ3名ぐらいかな。まあなんか紹介したいなと思ってて、結構見てるんですよ、僕も。結構っていうか、そのこのコロナで自宅にいる期間とか、YouTube、見てて、こう逆に1000人行ってない方しかほぼいないんですよね。もうほとんど、比率的にどうなんやろ8対2ぐらいなんかな。1000人行ってる方が多分2割ぐらいなんかな。これで1000人行ってて、なおかつコンスタントに動画上げてらっしゃる方って多分2割ぐらいで、おそらく8割ぐらいの方が、まだ収益が行ってない方で動画をね、こうコンスタントに上げてらっしゃると思うんで、だからこう、調べてて、こう経過物とかこういろいろそういうの調べたら、こうチャンネルおすすめとか上がってくるのってほとんど1000人行ってない方ばっかりやったんで、だからまあいろいろこう見させてもらってたら、結構面白い人いっぱいいて、だからすごい、あ、こんな人いたんやとか、あ、こんななんか面白い動画上げている人全然知らなかったなみたいな人結構いて、じゃあそういうのもなんかすごいすごい新しいね、いろいろこう新しく入ってきゃったというか、 YouTube 界にきゃった人っていっぱいいたんで、そういう人にね、ちょっとでも微力ながら協力できたらっていうので、こうどっかで、またどっかのね、まあ、次のタイミングがどっかのタイミングでこう紹介したいなと思うんですけど、でもまあまずね、悲しいなと。みんなね、なんかこうやめていかれちゃって、やっぱりね、なんでもそうなんですけど、やっぱその、なんやろ、継続するってやっぱ難しいんですよね。ほんで、この軽貨物っていうジャンルがあんまりにもちょっとニッチすぎて、なかなかね、この、まあ、合心さんが今6万人か7万人か8万人かちょっとわかんない。6万人か7万人ぐらい多分言ってあるんですけど、この合心さんもうまいことこの、まあ、パチンコと、なんだろう、軽貨物か。パチンコと軽貨物をこう組み合わせて、あといろいろその、お金のこととかね、そういう、なんか、そういうお金のこととか、いろんなそういうことに、だから、取り入れて動画を上げてやるんで、まあ、パチンコのあれが大きいんかな。おそらくパチンコの、その動画の、上げたことによって見てくれる人が一気に増えて、それで登録者バーって増え合ったと思うんですけど、だからまあ、軽貨物っていうジャンルだけでもし、それ一本でね、もしやってやったら、おそらく今ほど行ってやらないと思うんですよね。おそらく1万、2万、3万ぐらいでおそらく止まってたかもしれないんですけど、まあでもやっぱりね、そのパチンコとかそういうのに目をつけて、お金関係とかね、やっぱそういうみんなが興味あるようなことに目をつけて、こうやって今ぐらいこう、どん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 伸びていってやるんで、だからまあ、やっぱその、軽貨物一本っていうのも、やっぱ正直しんどいんじゃないかなっていうのもね、やっぱあるんで、おそらくね、今からこの、今、こう新しくね、YouTube こう参入された方で、軽貨物一本で、その、1000人超える収益化達成するって、結構しんどいと思うんですよね。まあ、結構、よっぽど、こう、なんやろ、こう、編集にこだわるとか、まあ、なんかしたら、もしかしたらね、ある程度早く行くのかもしれないですけど、こう、やっぱり何かこう、やらんとちょっときついなと思うんで、まあ、軽貨物一本というか、ほんまになんか、それプラス何かとね、違うジャンルとこう組み合わせてやってった方が、やっぱ収益化っていうのは早く届くのかなと思いますし、動画を、この、上げんのをやめてしまったら、もう終わっちゃうんで、終わっちゃうは言い過ぎかもしれないですけど、もったいないんでね、やっぱ、せっかくね、今までこのずっと上げてた動画やってたのに、やっぱ途中でやめちゃうっていうのはこう、もったいないんで、まあ、どんなね、もう編集中も疲れたと思うのであれば、ほんまにもう僕みたいな、もうただただ喋って、喋ってアップするだけみたいなね。そんな感じでもいいと思うんですよ。全然ね。そんな感じでも全然いいと思うんですよ。だからそういう感じで、もう無理せず、登録者をこう伸ばそうとか、このお金をこう稼ごうって意気込みすぎると、全然やっぱ伸びひんし、で、収益化できたと思っても、こんだけ編集頑張ってこんだけやっても、月にね、数万円に3万円しか入らへんのか、みたいな感じで、
こう、ちょっともう、ほんなん効率悪いし、時給換算したらむちゃくちゃ低いし、みたいな感じで、そういう風に考えちゃうと、やっぱりね、疲れちゃうんで、でもほんなんやったら効率悪いし、やめようみたいになるんで、そうじゃなくて、ほんまにちょっとこう、楽しみながらね、別に伸びひんかっても、まあいいや、みたいな感じで、全然もうお金稼げんかってもまあいいや、みたいな感じで、ほんまに自己満の世界やと思うんで、こういうなんて。だからそういう、なんでね、やっぱやってほしいなと思うんすよね。なんか、悲しくなってきて。なんかね、こう知ってる人がどん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 辞めていって、なんかこう悲しくなって、ああ、ってね、思ったんで、もうほんまにどんな形でもいいんでね、なんか動画見たいなと思って、思ってます。はい、すいません。僕の意見ですよ。あくまでね。やっぱいろんなね、やっぱ思いがあって、動画をね、配信するのは、まあ、やめてらっしゃると思うんでね。僕がただただ見たいっていう理由だけでね、再開してくると、とてもじゃないけど言えないですけど、でもまあ、悲しくなったなっていうので、はい。僕もね、とりあえず目標を5000人行きたいなと思ってて、まあ、別にね、でもまあ、正直今年行かんかっても来年でもね、再来年でもこう、いつか行ければいいかなと思ってて、あんまりこう、絶対に今年中とか、絶対にいつまでとか、こう、意気込みすぎると、また疲れちゃうんで、こういうなんて、やっぱ、なんか、これがね、負担になったら嫌なんですよ。俺この YouTube が、もう、なんか負担になったらやめようと思うんですよね。もうなんかこれを絶対に動画上げなあかんとか、絶対に登録者伸ばさなあかんとか、絶対視聴者とか、視聴率とか、なんかそういう視聴回数とか上げなあかんとか、考えすぎると、こう、偉くなるじゃないですか。だからその負担になってるなと思ったら、俺は多分 YouTube やめると思うんですよね。俺はこれが、まあ、結構いろんな動画でも言ってるんですけど、なんやろ、このストレス発散になってて、こうやって喋ることが。で、喋って、なんかいろんな、この見てくれる人に、こんなこと俺やったんですよ、みたいなね。ただただ35のおっさんの私生活を、この YouTube で上げることによって、何人の人がね、やっぱ聞いてくれるわけじゃないですか。それってね、すごないですか。ただの、この、おっさんがですよ。別にね、芸能人でもないし、アイドルでもない、ただの35のおっさんの、私生活とかを、こうね、こんな会社でこんなことあったんですよとかね。例えばこういうことがあって、僕はこう思うんですよとかね。僕のその私生活だったりとか、僕の考えとかね。それをこう動画でアップして、こう聞いてくれて、ね、みんながこうコメントとかね、いろいろそういうのしてくれて、やっぱ、八村さんそうですね、みたいな。なんか八村さんの言うこと面白いですわとかね。なんかそういうのは言ってくれて、なんかすごい僕はストレス発散になってて、なんか楽しいんですよね、やってて。だから、まあ、一番はね、やっぱその楽しさっていうのがあるんで、ですがね、これがやっぱその、もうしんどいと。もう動画を上げなあかん。もうそれがやっぱ編集しなあかんとかね。もうそれがしんどいってなったら僕はね、多分やめると思うんですけど。まあだから、今ね、動画配信やられてる方は、これがかなり負担になってたのかなと思うんで、やっぱ。で、やっぱり編集しないとね、この見てくれる人が少なくなるとか、やっぱ編集した方が当然見やすいですしね、見てくれる人にとったら編集した方が圧倒的にいいと思うんで、やっぱそういう思いでね、やっぱ編集し合ったと思うんですけど、でもまあそれがね、結果的にもうやっぱ動画撮っても編集してあげなあかんし、やっぱもうしんどいし、みたいなね、そういうので、なかなかね、継続し続けるっていうのがこうしんどくなったと思うんで、だからまあね、今1000人行ってない方もね、これから、やっぱみんながね、やっぱ収益化できれば一番いいと思うんですけど、やっぱまあ、変に、こう、意気込みすぎないっていうのがね、大事やと思うんで、まあ、適当でいいんですよ。ほんまにね、適当でいいんです。人生適当でいいと思ってるんでね、僕。それ、言い過ぎかもしれないですけど、でもほんまにそれぐらいの気持ちでいいと思うんですよね。もうほんまに適当でいいと、あんまり考えすぎると、やっぱこう、どんどん、辛くなるんでね、生きていくんが。だからね、お前もう適当でいいんですよ。お前いかんかったらいかんかったらいいし。ただただ自己満で上げてれば、でもいつか絶対に行くと思うんですよね。ほんまに、こう、まあ、わかんないです。1年、2年、3年とかかかるかもしれないですけど、こう、コンスタントに、こう、動画上げ続けたら、いつか絶対に行くと思うんで、だからまあ、一番はやっぱやめないことやと思うんでね。全然、まあ、1000人収益化いったからといって、そんなにめちゃくちゃ稼げるわけでもないですけど、でもまあ、それでもね、いいじゃないですか。自己満で、適当にやって、やっぱ、自分が楽しかったらそれでいいと思うんで、まあ、
僕もね、全然何の力もないですけど、まあ、微力ながらになんか協力でできることがあったらね、したいと思うんで、ぜひ、なんか、僕でよかったらね、こういうチャンネルやってるんで紹介してくださいみたいな言っていただけたら、全然僕でよかったら紹介するんで、もし、なんか、DM とか、そういうのくれたら、また、どっかの動画でね、紹介したいと思いますんで、ぜひぜひ、DM とかください。はい。また、長くなっちゃうんで、あれなんですけど、まあ、ちょっと今日はね、僕の知ってる人がどんどん辞めていって、こう、悲しいよっていう動画です。はい。まあ、YouTube ってね、難しいですよね。ほんまに難しいと思います。まあやっぱ何のジャンルを配信するかで登録者の伸び率ってやっぱ変わってくると思うんで、かといってエンタメ系とかね、やっぱそういうの需要が高いというか、まあ多くの人に見られるんがやっぱエンタメ系だと思うんですけど、そのエンタメ系なんかむちゃくちゃジャンル多いんで、やってる人が、だからそれで勝負してもほんまにそれこそむちゃくちゃ編集にこだわるとか、むちゃくちゃ面白い企画でやるとかね、やっぱ初っ端から構成作家ついてる YouTuber さんとかいるんで、もう一発目からもう構成作家がついてて、編集も外注で全部お金かけて、やりまくって編集とかにやりまくってるみたいなね、やっぱヒトラーが多いんで、エンタメ系とか。そんな中、もう自分の力一本で、こう、のし上がっていこうっていうのは相当やっぱきついと思うんでね、エンタメ系とかでいくと。だからまあ、YouTube っていうのがね、こう、どんどん難しくなっていってるんでしょうけど、だから僕なんかね、こんなスタイルじゃないですか。だから僕は、この、10万人とかね、絶対行かないと思うんですよ、正直。わかんないです。ただ、10年ぐらいやったら行くかもしれないですね。10年やっても行かへんかな。10年やっても多分行かないですね。10万人ってこのまま行ったら多分行かないと思うんですよ、このスタイルで行ったらね。だからまあ何かね、新しい、こう、エッセンスをね、組んだら、まあなんかやったらもしかしたら行くのかなと思うんですけど、まあこのままやったらいかないでしょうね。でもね、いいんですよ。僕は自己満でやってるんで。まあどうなろうがね。僕はこのまま4000人のまま行こうが、別にまあそれはそれでいいので、あくまでね、自己満でやってるんで。それでプラス、こう、お小遣いがね、ちょっとでも稼げれば全然もういいんで。まあなんせこれが僕の、なんやろ、すごいストレス発散になってて、こうなんかみんなね、やっぱこう見てくれる人がいるんで、だからやってるっていうのもあるんですけど、まあ楽しいんですよね。だからほんまに、家帰ってもこう、嫁のこととかでこう嫌やし、もうむっちゃストレスがね、正直やっぱあるんで、やっぱ家帰りたくないなっていうのもあるんですよ、正直ね。だからこれ家帰る前にいつも撮ってるんですけど、家帰りたくないなっていうのと、やっぱ仕事終わって、なんかその仕事のストレスとか、なんかそういうのあって、だからまあそういうなんか、こう、現実逃避じゃないけど、こう嫌なことがあってもこうやって、なんかこう YouTube 撮って、アップすることによって、なんか結構この僕自身すごいリセットされるっていうかね、ストレス発散になるんで、だからまあほんまに皆さんよう聞いてくれるなと思うんですよ。なんでなんと思うんですよ。なんで聞いてくれんのって逆にね、聞いてくれてんのになんでなんっていう質問投げかけたいぐらい、なんかね、すごいっすよね。ほんまになんかすごい出会いですよね。だって、会ったこともないんですよ。会ったこともないし、喋ったこともない方がいるわけじゃないですか。この画面の向こうに。だからね、すごい出会いですよね。それでもね、聞いてくれてるんですよ。ここまで聞いてくれる方がね、やっぱ何人もいらっしゃるっていうのもね、やっぱすごいよなって思うんですよ。やっぱ縁っていう、縁やと思うんですよ。あんまに、ある意味一つの。だからそういう縁をね、やっぱ大事にしていきたいなと思うんで、まあ、よっぽどじゃないと、多分僕辞めないですよね。このやっぱその繋がった縁ってあるじゃないですか。ほんまにこの、会ったこともないですけど、この視聴者の方とね、やっぱそういう、ほんまに一つの縁やと思うんで。まあだから、その縁をね、やっぱ大事にしていきたいんで、よっぽどじゃないと、僕は配信を辞めることはないと思うんで。まあ配信がね、まあ週1とか、2週間に1回とか減ることはもしかしたらあるかもしれないですけど、まあ配信自体を辞めるっていうことは、まあ、ほんまに、なんかあるでしょうね。やめるきっかけが。絶対なんかあると思うんですけど、普通に自分から、こう、フェードアウトしていくことは絶対ないと思うんで。だからまあ、これからもよろしくお願いします。はい。話やねんっていうね。もう話が脱線しすぎてよくわかんないですけど、まあそういうことです。はい。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。